はい、えー、こんにちは。8月の1日水曜日の株と為替の売買シナリオでございます。えー、月変わりました、えー。今月またよろしくお願いいたします。えー、さて、大変暑いのも話題でございますけども、今、4時8分を過ぎたところでございます。東京市場時間、えーまあ、あとは外為市場の方が52分残しているところでございますけども、今日はまたまた暑いね、暑いねというのとお、もう一つ話題だったのがですね、 ええ、ま、判定をめぐるという言い方なんでしょうかね。一般報道ではこれボクシング業界がかなり揺れてるというのが話題になりました。判定をめぐるとこういうところが、ま、キーンとなっているようでございますけれども。さてで、この判定をという言い方をするとちょっと強引なご案内なのかもしれませんが、外為市長の方で今日は判定をめぐってということで話題になっておりますのが、今夜、えー、ま、深夜という言い方の方が正しいんでしょうかね。朝3時、えー、米国連邦公開市場委員会 FOMC の結果が声明発表されます。で、今回は、パウエル FR リビー議長の会見はございません。で、お、えーえー、これ先月ですね。先,先月というか前回ですね。6月の会合で利上げしたばっかりでございますので、えー、現行の1.75％から2％でのー政策金利、まあ据え置きだろうということがまあ言われているわけでございます。そのマーケットの焦点として見ておりますのは、ここ最近の雇用の状況、それと追伸だっていうのは、まあ、えーまあ、GDP も含めてなんでしょうかね。ちょっとトランプ大統領は大風呂式だったのかなとは個人的に思いますが、成長の加速性が認められて。 ているということで、えー、米国の経済の先行きに対して楽観的な見方を示されるのかどうか、えー、そして昨日でございますけれどもこれはもう、えー、報道ネームを申し上げていいのかと思いますけれどもねブルームバーグから出てきたところでの、えー、米中に置けます通商摩擦のまあ、これまた新たにですね知的財産権を ポイントとした交渉が再開されるんじゃないかということで期待値がぐっと高まってドル高になったというところなんですが一方でウォールストリートジャーナルなどではですねこれかなりまだまだ厳しいだろうというような報道も出てるんですねライトハイザーさんもこの辺はかなり対中強行してでございますの、ね、でその辺が今夜どういった形でマーケット内緒 FOMC などでですねこの、えー、対主要国との通商摩擦をパウエル FRB 議長が内、えー、いは FOMC のメンバーがですねこうしたところで織り込むのかどうか 正確に改めて示すのかどうか以前からですねちょっとバリアブル的な形でのリスクというような形で出ておりましたが今般がどういった形で改めて示されるのが注目されているというところでございますそしてもう一つ えー、日経225のオプションの方でございますけども、えー、本日の日経平均株価の方、ちょっと後ほどまたご案内させていただこうかと思いますが、じりじりと、えー、まあ、引けに向けてという言い方になるんでしょうかね。22,700円台に向けてぐっと上昇していた経緯あるんですが、オプションの出来高がちょっとご覧になっていただければと思います。23,000円のコールを中心として、まあ、23,000円のコール、えー、こちらでございますけども、出来高。 6000枚を超えてます。えー、この前後で六千二2万3000のコールを前後として約1万、一万5000枚ぐらいのコールの売買。やはり2万3000とか大きな節目なんでしょうかね。で、一方で、えー、2万2000円のプットがこちらのが6000枚をやはり超えてる。で、この水準に向けて、えー、各節目で、えー、1まあ二万二2 5 0円、えー、が3000枚強。 2万2500円が2万、えー、2700枚と。まあ、この辺のところだけでもやはり、ええー、どれぐらいかな。8000枚の1万枚、やっぱり1万7000円ぐらい。まあ、おそらくストラングル形成になってるのかなと思いますが、主戦場がやはり2万3000円の壁を意識して少し、ええー、の重さというのがオプションのところからもちょっと感じられるのかなというイメージでございます。さてで、本日の東京場でございますけれども、ざっくりと。 え、こちらの方で確認していただければと思いますが、じりじりと後半に向けては株高円安になっているよとこういうところはご確認できるかと思います。え、こちらの方が日経平均株価、ああ失礼。こちらの方が日経平均株価、そして、え、もう一つのがドル円でございます。え、112円台を現在も、現時刻回復して112円台の維持。え、東京金融取引をクリック株365では22,800円台を維持させているという状況でございます。さて、これを踏まえて今夜の売買シナリオはこちらでございます。 ご案内させていただこうかと思います。 ドル円からでございます。111円の70銭から112円の60銭。ちょっとワイドでございます。基本的になんですけども、ちょっと上昇しすぎなのかなということと、あとは113円のちょうど水準。まあ一部では今日、今日も112円のちょうどではちょっと小さめの、えー、オプションがあったという話も聞いたんですが、この辺はスルリと抜けてというところだったかと思いますが、えー、これ、前回の売値7つでも申し上げました。112円の4050水準からぐーっと下がってきたこの、かえー 下落体ですかね。この辺はどういった形で埋めていくのかというのがポイントになるというふうにして申し上げましたが、じりじりとショートカバーも含めてですけども、112円台を今日なんとか、 え、まあニューヨーク税が本格的に、現時刻は112円で維持させてますが、この水準を維持させていくならば、え、まあちょっとそうは言っても上がりすぎなのかなというふうにして見ておりますので、え、B 案の方からちょっといきますが、上がってきたところではちょっと売り待機ということで、112円の55銭で売り、買い戻しは112円の当選、え、55で売って10で買い戻す、45銭幅狙いで、アゲンストは3円のちょうど、え、3円のちょうどということで、45銭幅狙いでの、 45五ン幅狙いでの45五ン幅リスクとこういうところでしょうかね。まあ、リスクリターンがほとんど一緒というところなのが売り B アンの方でございます。で、エー、アンの方なんですが、ちょっと112円台で本当に買っていいのかなと躊躇しつつも、あまりにも値が高かったらこの辺で a ンになるのかもしれませんが、一応 A アンは1の95、111円の95五ンで新規解体期、え売り戻しが112円の55五ン。ということで、60銭幅狙い。で、アゲンストなんですが、こちらの方は111円の50銭と、 おいうところで、こちらの方は45千幅リスクとこういうところで考えいたしました。111円の70銭割れて111円の50銭。まあ、この辺は冷やしの一目の転換、中心線え、そして基準線、この辺がグッとございますけども、要は1の5丸割れてしまうと、昨日のグッ、えー、とこの上昇したところからさらにもう一回、またまた110円台に下がってしまう可能性が、後半に下がってしまう可能性があるよというところで、早々のエグジットというところで考えいたしました。で、改めてでございます。 先ほど申し上げました FOMC に関しては、えー、まあ週末にも雇用統計ございますけれども、いずれにしても FOMC 声明で先行きが楽観的になるようでしたら、まあ当然またまた金利先高感だとかというような形になって、つながってくるかと思います。ドルブル派が当然、えー 跳約してくる可能性があるよというところなんですが、その前に ADP オートマチックデータプロフィッシングこちらのところの数字、それと、えー、11時、23時でございますけども、ISM 製造局室で、えー、が予定されております。で、えー、ADP の方は少し前回からも、 ま、プラスというふうにしてみてるんですが、問題は ISM 製造業域数がちょっと弱気に市場要素出てますので、この辺がどういった形でマーケットに影響してくるのか、え、米国株式市場も今日は日経平均の方がかなり株高を交換しての形になって、え、とまあこれも後ほどご案内しようと思いますが、株高も意識してというところでのセンチメントを、ま、プラスに働いたという経緯がございますので、ISM 製造業数 製造業況指数。ちょっとこちらの方は十分ご注意いただければというふうに思います。え、それと、お、明日 MPC 英国中銀ございます。で、スイス建国記念日あるんですが、本日は FX 取引におきましては、5ドル円とカナダドル円、FX スワップ4倍例でございます。4倍例ではあるんですが、まあ、この辺のどの程度まで上進性を見せるのか、昨日はかなりカナダドルなどは、え、堅調でございましたので、この辺の動き、ちょっと十分、え、黒線、スワップ狙いの方、え、十分ご注意していただいてお取り組みいただければと思います。今日は原則 3倍でそして繰り返しになりましたが5ドル円とカナダドル円が4倍でというところでございます。 日経225指数、クリック株365変わらず22,800円台、今も維持しております。で、今回の予想オレンジは22,725円から22,900円と、えー、やはりちょっと2 3 0 0 0円のところは意識したところではあるんですが、今回のスタンスは売りと、こういうところです。さすがに2 2 0 0後円台のところでは一旦、ま、しえー、上髭つけておりますが、これもちょっと瞬間的でございました。そうしたところで22,850円で売って、22,750円で買い戻し、えー、22,950円で損切りということで、 100円とというところで案いうこでたたしましま東京仕様という言い方をすると、やはり中国の財政政策に対しての期待感というのがマーケット、特に中国関連株だとか、あとは昨日の日銀の金融政策決定会合ありましたが、まあこれも大手の金融機関なども含めてですね、見方が2つあろうかと思いますが、まあ事実として一定程度の長期金利の上昇は認めるのかというような形で、昨日は下落いたしましたが、今日は昨日の反動も含めてだと思いますが、銀行関連金融株、 が、堅調に推移したという経緯でございます。その他でございます。のもま好、あ、決戦。 高決算というところでソニー六七五八だとかこう上昇。あとはまあやはり一ドル百十一円台の後半というところは輸出成功が期待されるような株。この辺が少し元気だったのかなというところで七二マル三のトヨタだとか三菱自動車が七二一一ですけどもこの辺が上昇したと。京セラ六九七一が日経平均のプラス強度ではナンバーワンだったというところでございます。ええー、まあもうちょっと業種別にはプラスのセクターが増え でも良かったんじゃないかなというふうにして思うところではあるんですが、まあ今日はまだ8月の最初の日でございますので、明日あさってに繋がるまあいい一日だったというふうにしてポジティブに見ての明日に繋げたいえ今回の売買シナリオというところでございます。 今夜は、今夜っていうんでしょうかね、朝というんでしょうかね、FOMC ございますけれども、この辺の動きから見てですね、出尽くし感が出てくるのかどうかというところもポイントになってくるかと思いますが、昨日の日銀の金融政策決定会合と比べれば、明らかに日米の金融政策の方向性とは違うねと。この辺は中長期観点では、まあ当然金利の差が出てくるのかなというふうにして思うんですが、やはり JGB、日本国債長期金利の,この上昇というところがですね、金利差をやはりちょっと縮小してしまう。この辺がちょっと悩まい。 悩ましい中でちょっとお慎重なお取り組みとういうところが今日1日の日でございますので、ねえー、求められるのではないかなという,ふうにして思います、えー、今日が水曜日、あと明日、あさってと週末には米国雇用統計がございます、えー、そうしたも中では今夜のオートマチックデータプロフィッシングこの辺が前哨戦になってくるかと思いますので、えー、お取り組みなされなくてもデータだけはぜひチェックしていただければというふうにしております以上8月の1日水曜日の株と為替の売買シナリオでございました